今あの減少傾向が見られるのは沖縄とそれから広島というか、逆にそこ重点措置を最初にやったところしかない、ピークアウトがゴールではありません。あの過去の例見ましても、あのむしろその議論をやってる間にどんどん伸びるというのが過去例です。ましてやあの高齢者、リスクの高い高齢者の比率が今日は 9.1%、 9%を超えておりまして、そのいかに高齢者を守っていくかが健康に直結、命に直結しますので、そこに重点を置き対応していきます。今もあのとても皆さんにご協力いただいております。重点措置継続中です。ご協力引き続きよろしくお願いいたします。